Days モンスタージョン TV 始めました。モンスタージョン TV、 元気があれば何でもできる、元気があればルルージになれる、そんなあれだわ。いけんということでやっていきましょう。どうですか？ついに被りましたよね。被ったらなんか農家のおっさんみたいになるってことをね、僕ずっと言ってましたけどね。なんかやってそうでしょ。こうやってよいしょって言ってさ、やってそうでしょ。なんかあれだね、あのハリウッド雑魚ショーというかね、あのブラジル雑魚ショー的な感じなね、雰囲気がしておりますけども、ハリウッド雑魚ショーというかね、あのブラジル雑魚ショー的な感じなね、ハリウッド雑魚ショーというかね、あのブラジル雑魚ショー的な感じなね。てかでもね、あのこういう風に炎になってるからさ、なんかこうかぶるとね、あのいい感じになるんじゃない？いい感じにね、あの炎が思いっきりメラメラしてる農家のおっさんっていう。ということでね、今回は待ちに待ったジャンプでございますよ。ジャンプ。じゃあこれ進撃ネタだ。ジャーンっていくと、わかるでしょ、わかるでしょ。はい、そんな感じで、ジャンプやっときましたね。ワンピース一周開くだけで、なんかどうなっちゃったんだみたいな、自分の中で世界が止まってるみたいな、そんな感じがするんですけども、やっとこさ来ましたね。やっとこさ師匠、雑魚賞みたいな、なんかこれ引っ張ってるわ。そんな感じで、今回このジャンプワンピースをね、お話ししていきたいなと思いますけども、恒例でございます。ぜひとも皆さん、グッドボタンとチャンネル登録ボタン、お忘れなくでございます。あとあのね、通知ボタンもぜひとも思いっきりね、押してくれたらなと思います。通知ボタン超大事でございますからね、これ押してくれれば速攻で僕の動画届きますからね、ぜひともみんな押してください。 OK ですか？あとちなみにでございますけども、前回の動画かな、僕あの麦わらストアに行ってくるって話をしたんですよ。でそれというのが、渋谷に新しくオープンした麦わらストアでございます。ほんとね、急遽、ほんとであれば6時ぐらいに行く予定だったのに、ちょっと電話をして、ある商品について問い合わせをしたんですよ。で欲しいやつがあるんですけどもって言って、それってあのまだありますかっていう風に聞いたら、まだありますよ、何点ありますかって聞いたら、もともとこれ5本限定で、入荷しておりまして、残り2本でございます。って言って、残り2本、そもそも5本限定、ちょっと待てよということでね、もうめちゃくちゃ焦りましたよ。でそれというのが、あれ複製原画っていうのかな、ビブルカードのね、つなげたようなやつなんだけども、それがまあ一応あるということで、で残り2本ってやばくねみたいな。で、その時ね、もともと6時に一緒に行こうってお話をしていた方に、電話をして、これちょっとやばみじゃないですかって言って、で、そもそもそれまだあるのって、でもないでしょって言って、いやいや、それがあるんですよって言って、マジでって言って、ちょっと急ぎましょうって言って、もうスケジュール、本当は6時だったのに、一気に1時、2時ぐらいとかに、もう秒殺で行ってきたっていうね、もう行動力よね。俺のこの行動力の速さもそうだけど、そのもう一人も、やべえって言って、思いっきり走っていく。まあこれがね、あのワンピースファンでございますよ。なんか欲しいものがあともう少しでなくなってしまうみたいな。でよく考えてみたら、まあ、それまだあるでしょうっていうのはね、まあわかるんだけども、要はその俺らが行くまでにね、誰かが買うってことはないだろうけども、でもやっぱちょっと気になるなっていうので、まあ急いで行ったわけでございます。で一緒にその行ったお相手というのが小ヤッキーさんでございますよ。小ヤッキーさんと、そしてトウヤさんと一緒に行ってきたわけでございますね。まさかでしょ、びっくりでしょ。前回のコラボ以来でございますよね。一緒に麦わらストアにもともと行く予定を立てていたんだけども、急遽思いっきり巻きの巻きの巻き寿司ぐらいに思いっきり巻いていったんだよね。で何とか無事に買えました。それについてはなんか麦わらストアで買ったもの紹介みたいな感じで動画出そうかなと思っているので、また近日の動画をね、楽しみにしてもらえたらなと思います。でも本当にね、すごく面白かったです。なんか一緒に小ヤッキーさんとドヤさんとね、まあ行ってきたわけでございますけども、なんかね、やっぱお互いにこうワンピースが大好きだからこそ、その初めて行くね、まあそのワンピースの店舗ではね、そういう風に行ってみるとめちゃくちゃ面白いしさ、でいろんなものがあるから、うわこれすごくないですか、これすごくないですかみたいな会話をしてるのがめちゃくちゃ楽しいんだよね。でその後もなんか一緒にね、ご飯に行って、でなんかフィギュアの話をしたりとかで、まあ小ヤッキーさんはね、まあフィギュア王って言われてるだけあって、やはりこうフィギュアの話何してもわかるんですよ。で最近僕もね、あのフィギュアの棚新しく一個買って、でまあこんなの買ったりしたんですよとか、でこれから出るあのカイドウさんね、あの45センチのカイドウさんとかやばくないですかとか、あのロゴコレクションか、あの50センチのルフィ君とかやばくないですかみたいな話をブワーってしたりとかで、ちなみにこれね、あのまたツイッターで写真あげるけど、みんな見えるこれ、
ペローナペローナめちゃくちゃ可愛くない？これマジでやべえなと思って、でデカラッキョさんと一緒に揃えたいなと思って、まあ、ゲットしたんだけど、マジ可愛いんですよ本当にね。このペローナめちゃくちゃいいっていうことでね、ゲットして、その話をしたら、あのペローナいいですよねみたいな、なんか自分がいいなと思ったやつを、まあ、そういう風にね、あの共有して、そうだよねみたいな言ってくれるとちょっとテンション上がるなみたいな、まあそんなこんなでね、麦わらそばに行ってきたよっていうお話でございます。ちなみにこれでもみんなめちゃくちゃ気になるんだけど、ってことは近日で小焼さんとの動画を出すんですか、撮ったんですかってね、思うんだけど、撮ってないです本当に単純に遊びに行こうぜ感覚で行ってきましたやっぱその麦わらそば新しいのをね、あのできるから、もう一緒に行きましょうって言ってね、でそれでね、まあ行ってきたわけでございますけど、本来ですこれ動画撮りたいんだけど、さすがにね、あの店内で撮っちゃいけないだろうから、ちょっとそこはあの我慢して普通に一緒に遊びに行ったっていう形でございます。でもね、あのどっかのタイミングでまたやりましょうって話はしているので、まあぜひともみんなそこら辺はね、あのまあ両チャンネルにやってください、やってくださいってガンガンコメントしてくれればね、あのやれるかもしれない。一緒にやるけどねはい、そんな感じで改めていろいろ話しましたけども、今回のジャンプでございますよ。本当にあの話したいことが多すぎてね、よく言われるんすよ、あのなんか本編というか、本編何を思って本編、なんか本編何分からって書くやついるんだけどさ、全部が本編だからね、本当になんかやっぱ話したいことがねいっぱいあるんすよ。だからねちょっとね話しちゃうんだけど、そんな感じでございますはい、今回のワンピースも待ちに待ったね946話でございますよ。でもちろんこれはみんなもうゲットしてるよね。この動画を見てるということはしっかりとジャンプをゲットしておりますよね。ここからもうネタバレしか含まれないですからね。というかね、俺の動画はねいつでもネタバレ要素しか含まれないと思ってくれ。もう俺自体がやっぱそのアニメ勢からしてみればもう生きるネタバレみたいなもんだから、もう生きるネタバレみたいなもんだから、あの注意してね、一応冒頭でも毎回出してるけど、もう本当にね生きるネタバレみたいなもんなんで、しっかりとジャンプをゲットしてからね、これ見てもらえたらなと思います。ということで、まだの方はコンビネレッツゴー、はい行きましょう。今回の946話、クイーン VS オリンでございます。飛び台からしてめちゃくちゃいいんですよ。金右衛門さんとね鶴さんがこういう風に一緒に歩いていると、でここにねめちゃくちゃ面白いことが書いてあるんだよね。それについてはぜひとも見てくださいここから広がる考察でございます。扉へリクエストだからといってね、あの侮っているとあららっていう風になるんだよね。意外ととんでもないヒントが書いてある。はい、ということでね、やっていきますけども、すごいよ本当に。クイーンがフルボッコもう本当にねマジでフルボッコでございます。何これっていう感じで、速攻でノックダウンでございますね。でまあ思いっきり荒れるわけでございます。もううどんめちゃくちゃよ。だってクイーンの尻尾持ってそれをっていう感じで思いっきり回していくんだよ。どうなるよあんな巨体をさってやっていくんだよ。アローラなしだよおいそんな感じでね、あのやっていったらそりゃめちゃくちゃになるよ本当ね。すごいことになってて、移動みたいなところにもね思いっきり体が当たって、おかげさまでね、まあキッドたちは助かったという感じでね。でキラーはもう相変わらずねちょっともうスマイルの影響でねファッファッファって笑ってるんだけども、まあ何度か助かったよと。でそこから、まあ、瞬殺されたクイーン、今度ビッグマムが取る行動でございます。もちろんおしるこでございますよね。おしるこを取りに行くわけでございます。そして面白いのが、今のクイーンをぐるぐる回して吹っ飛ばしたんだけども、その時に、一箇所開かずの檻っていうのがぶっ壊れたんだね。これというのがまさに、まあ、川松が入っているところなんだよね。なんでこここんなに暗いのかっていうところだったりとか、こんな頑丈にしてあるっていうのはすごく気になるところだよね。暗くしてある意味ってなんかあるのかなって考えたりとか、イコール暗くすると力を奪われるのかなっていう風にもなんか考えられるよね。カッパだからなんかそういう風にね、太陽のなんか火を受けてってこうパワーアップすんのかな。で逆に太陽を奪うとってなっちゃうのか、なんかちょっと気になるところではございますけどもね。まあそんな感じでそこはぶっ壊れたんで、まあ速攻でこれはもう出てこれる状態であると。でやはりビッグマムが来てこんな大暴れしてるんで、これやべえよとね。でさすがにこれじゃ良くないんで、まあカイドウさんに連絡だっていうことをね、まあ話すわけでございますけども、
残念ながら、まあ、ここで使っているでんでん虫の代わりすましでございますね。これ使えません。通信が全くできない状態になっております。その結果鬼ヶ島と連絡取れず、カイドウさんにはこの状況が伝わらず、要するにドフィークの時じゃないけど もう水面下でどんどんえげつないことがうわーって起きてるんだよね。なんかこういう演出俺大好きなんですよ。インペルダウンの時もなんか何事もないかなと思ったらとんでもないことになってるとかで、ニエスロビーの時もそうじゃないですか。なんかスパンダムがバカだからさ、電話をねあのなんか半ガチャ状態にしたのか知らんけど、それによってねあの被害状況の破格というか確認が全然できずで、最終的にはとんでもないことになってるっていうね。その時の毎回みんな驚く顔がねほんと面白いんだけども、カイドウさんどんな顔するんでしょうね。そんなこんなでね、うどん囚人人採掘場内幹部棟でございますね。ここで雷蔵が動いてるわけでございますけども、まあ鍵をねガンガン回収してるわけでございます。でその際にこのタニシでございますね、スマートタニシについて、まあ、カリブとのね、話をね、まあ、ここで思い出してるわけでございますけども、要するに、まあ、さっき言っていたスマシ、電波を飛ばすものね、それっていうのは、すべてが、まあ、電波を飛ばすんだけども、まあ、弱い電波を飛ばしていると。だから必ず、一個の町には、親分タニシっていうのがいて、で、そこに、まあ、電波を飛ばしていくみたいな、電波とか電波ね、電波を飛ばしていくっていうような形で、そこからさらにっていうような流れになっていくんだけども、極論でございます。この親分タニシを奪ってしまえば、まあ、ちっちゃいスマシでね、あの、電波を飛ばそうが、まあ、受信する親機がないわけでございますから、積んだ文字なんだよね。だからそれを使って、まあ、通信を行うことが完全にできなくなるっていう話。それをやるのがカリブーでございます。要するにカリブーは、この親分タニシっていうのを思いっきり自分の、体の中にぶち込んでいって、完全に通信を切断していくというね。すごいよね。というか、和の国にね、めちゃくちゃ詳しいなっていう感じだよね、カリブーさんは。まあ、ちょっとこれはこれで気になるところでございます。けども、まあ、ところ変わってまたうどん採掘場でございますが、ついにビッグマムおしるこが入ったね、もうでっかい鍋をね、まあ、持つわけでございますけども、パカッとね中身を開けるわけでございます。そしておしるこを食べようかなと思ったら、はい、っていうような感じになってるんだよね。もう本当にね、このビッグマムの顔を見て、マジで笑うから、ほんとすごいよ、マジかっていうような感じで、そこに追い打ちをかけていくルフィク。悲しみわかるなぁ。俺ももう一回食いてぇもんなぁ。おしるこうまかったなぁ。っていう。赤だよね。表示が、おいおい、麦わらの人って言って、そりゃまずいだろうよい、みたいな感じでさ。でも、ブチギレよ。完全ブチギレ。ビッグマム思いっきり殴りかかってくるんだけど、おしるこを食ったどうちゃらっていう会話をクイーン聞いてるんだね。だから、のされたんだけども、ゾーン系特有のタフさで、これまだ戻ってくるだろうなっていう感じでございます。ここの細かい流れ、ぜひ見てほしい。マジで面白いです。で、実際ビッグマム案の定、ブチギレてるんだけども、ただこのブチ切れてる理由っていうのが本当にびっくりしますよ。で、ここからいろんな流れが見えてくるんだけども、ビッグマムが切れてるイコール、まあ、自分の食いたいものが食えなかったっていうのでブチ切れになるわけじゃないですか。違うんだよ。自分が食うためというよりは、ビッグマムも言ってるんだけど、あの貧乏な町のみんなに親切にされたから、おしるこたっぷり持って帰りたかったんだって言って、みんなにも食べさせたかったんだよっていう風に言っているんだよね。やばくない？もうほんとね、ビッグマムここに来て、もう株急上昇だよ、マジで。あの前回の時点でも、敵ながらね、あの、まあ、助けに来てくれる、これによって、まあ、キッドさんが実質助かるということで、よくぞ来てくれたっていうような感じに思えたんだけども、さらにね、ここで暴れてる理由が、感動だよね、最高。めちゃくちゃいい人やん、みたいなね。だけども気になるのは、なぜ、普段のビッグマムとしての時ってあんなに怖いんだろうなと、まあ、言うのであればもう非道だよね。なぜあんな感じなのか、なんかあまりにも今の状態と違いすぎるんだよね。まあ食に対してだったりとか、まあなんでしょうね、こう一個怒ったら本当手つけられねえなっていう感じするんだけども、やっぱ気になるよね、その性格の違い。そして、まあ暴れていくうちに土俵からね、ルフィ君たちが、まあ落ちていく形になるわけでございます。そうするとついてる首は鳴り始めますね。ピッピッって言って、おい俺やべえじゃんみたいな、
バトロワ状態じゃんみたいなさ感じになるんだけども、もう本当にねこれ一気に爆発することになるんですよ。でやばくねみたいなで、表示のやつがもうピッ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 ってどんどん速くなっているから、やばい死ぬってなった時にルフィ君それを思いっきりグシャってね思いっきり潰していくんだよね。外れろって言ってそれを外していくんですよ。外して投げてドンなんだよね。まさにこれレイリーさんの時と同じ展開になってますよ。この展開僕言ってましたけどもね、あの動画でこうなるんじゃねえみたいなの、もう案の定来ましたよ。これめちゃくちゃ嬉しいよ本当に。まあ一応僕がその時出した考察っていうところでは、なんか半分ぐらいまで当たってきたんじゃないかなと思います。まあ外すっていうところでは、当たっただけど、これはもう割り出しみんな多分ね、あの本当想像ついてると思うんで、そこからだよね、どうやってこれを外したのかっていうところで、ここを見ていくとやっぱその武装の流れがちょっと気になるなと。でまあ要はルフィ君がそれを外して、で自分の手をえっていう風に言いながら、はぁ、あ、はぁって見てんだよね。これ一体何なのか。まあ表示がこれに対して驚いてるんだよね。こりゃ驚いた、今のはっていう風に、まあ、言ってるんだよね。でそこからの一気に急展開、麦わらの人、今の感触忘れぬうちに俺を守ってくれって言って、で、まさかの、命を懸けた修行がここで始まるわけでございます。ビッグマムのパンチが思いっきり飛んできます。はい、飛んでくるんだけども、表示はそれを思いっきり仁王立ちでもう受けるような形になってるんだよね。まあまあ背を向いてるんだけど、ビッグマムに対してだから裏からパンチがね飛んでくる感じなんだけども、でルフィ君はそこの、背中を守る形でビッグマムと向き合うんですよね。でその手は思いっきり武装されて、来い四個っていう風に言っているんだよね。そしてここで終了、次回へベベンというね、やばくない、とんでもない状態になってるでしょ。来い4個だよ。これはさすがにテンション上がるよね。ちょっとやばいよこれは。バカか、今修行、俺が失敗したらお前死ぬんだからなっていう風に言って、承知の上だっていう風に言ってくんだけど、本当にねかっこいい。そしてまあやはりこのまあ武装なんだよね。なんか僕の中ではやっぱこの剣道色の流れっていうのがちょっとそれっぽいなと思っていて、レイリーさんが外した流れっていうのは、まあ、見聞色の、まあ、一つの能力というか、まあ、その仕組みを分かるとか、そういったような、まあ、系統のものなのではないのかっていうふうに僕は動画で出していたんですよ。で、まあ、これを見ていくと、だから武装がね、ピックアップされている。でも正直さ、武装色ってそもそもルフィ君できるじゃないですか。できるから、なんかそれを今更やって、なんか外していくってどうなのかなっていうイメージはあるんだよね。まあ、確かにこう、バッて取ってシャッて思いっきり投げたっていうのは、もう前にも僕可能性はあるっていうのは話してましたけど、だけどどうなんだろうねっていうね、まあ、思いっきりそういう風にスピードで外していったのもあるんだけど、だから武装なんだよね。だからレイリーさんの時がね、武装してなかったから、これ何なんだろうなっていうのはすごい気になるよね。スピードでは投げてるけど、うんっていうね。そもそもだってこれ握った瞬間爆発するやん。だけど爆発しないってことは、まあこのスピードもしくはここを握っても爆発しないみたいなポイントを、まあ、察知できたのかもしれないね、知らないうちに。でもどうなんだろう、投げてる時にピピピピピってなってるから、まだ機械がこう反応する前に投げてるって考える方が、なんかこう見るとっぽいよね。投げた後にピピピってなってるもんね。なんかそういった高速系にも思える。難しい。みんなどう思います？なんかそういった高速系にも見える。でもレイリーさんは武装はしてなかったっていうところが気になる。あとは武装色の種類が違うっていうのは、まあもちろんのことながらだよね。こういう風にぐしゃって潰してる。あ、なんかサボくんのあれと似てんのかな。ねえ、なんか流装剣とかもさ、鉄でも何でも思いっきりぐしゃってもやれるというか、ねえ、バスティーユさんとか思いっきりね、つけてる仮面とか丸ごと、まあ、ブワーっていかれてるわけだからさ、これそういうことなのかもね。あー、面白い。もしもそうだったらちょっとこれ面白いな。やっぱ武装色のもう一個上っていうね、ただ外れろって言ってるのがやっぱなんかな感じるんすよ。外れろって意思じゃん。意思っていうところではなんか、剣文もあると思う。なんか剣文と武装のミックスなのかなと思う。まあ、結論。わからん。どっちかだと思うよ。どっちか。みんなどう思いますか？これについてぜひコメントをね、聞かせていただけたらなと思います。でも最後やっぱね、それを忘れぬうちにっていう風に言って、こういう風にやってるわけだから、まあ武装色が関係あるっていうのはマストでしょうね。その上で、まあ見聞色が入ってくるのかどうなのかっていうね、この意志の力っていうのが、まあ入ってくるのではないのかなって考えたりとか、まあこの拘束っていうのも一つのワードになるんじゃないかなと思います。はい、ということで今回この辺で締めていきましょう。冒頭でお話しした麦わらストアでございますね。マジでね、でかくなっていろんな商品がいっぱいあるんですよ。
よ。でこれいろいろと買ってきたんで、また紹介しますけども、みんなぜひ行ってください。マジで感動しますよ。ほんとね、麦わらストア新しいのはもう雰囲気から何からね、ほんとたまんないんですよ。もともと好きな感じなんですよ、この1個目にあったその渋谷のね麦わらストアだけども、さらにそれが進化してきたような感じでございます。まだ行ったことないよって方は109の6階に入ってるんで、109のメンズね、そっちの6階に入ってるんで、ぜひとも行ってください。で僕はエレベーターから行って、で普通に6階を押したんだけども、ちょうどね小焼きさんが着きそうだっていうことで、こうなんか携帯を開いて出返そうかなと思ったら、気づいたら7階に着いてたっていうさあれ1個追いついちゃったと思って、そこからエスカレーターで降りていて、なんか謎なね入り方をしたんだけども、皆さんぜひともね6階を押したら6階で降りるようにしましょうということで、最後になりますが、ぜひとも皆さんグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンもお忘れなく、そしてぜひとも私のツイッターフォローしてくれたら嬉しいです。その際にね、ジョンさんフォローしましょうって一言言ってくれたら僕もフォロー返しますからね。ツイッターの方でもがっつり絡みましょう。それでは最後になりますが、じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガサーラシーということでピーでした。今なんかグーなのかピーなのかピーでしたって今なっちゃったわ。また次回お会いしましょう。 See you next time!